イメラジオ第2313回、今日は令和2年6月28日日曜日です。時刻は午後3時半、横浜港北、日曜の午後。外は曇りけれど、結構空が明るくて、街も明るくて、なんかいかにも梅雨の頃の空模様、雨は降ってないけれどと。まあこんな季節があと2週間ほど続いて、その後今年もドーンと夏が来ますね。夏が来る頃、一体ウイルスの騒動はどうなってるんでしょう。私のイメージだと、ウイルスは暑さに弱いから、もう夏来たらもうウイルス騒動も収まってるようなイメージあるんだけど、なんか第2波が来るとか来ないとかの報道もあるようです。あと2週間どうなっているでしょう。さて、2313回の夢ラジオ、今回は戦前戦中の首相近衛文麿、プリンスの悲哀取り上げます。近衛文麿、プリンスの悲哀。五赤家というのを日本史で習いますね。五赤家っていうのが確か分かれた、藤原氏から五赤家に分かれたのはいつ頃でしたっけ。これは高校日本史で習うんだけど、いつでしたっけ。平安の頃かな、鎌倉の前かな。まあその頃に分かれたんですね。五赤家、高司、二条、九条、一条、近衛か。この5つに分かれたんですね。で、この近衛家っていうのはその中でも筆頭で、まあ、言えば藤原氏の筆頭で、まあ、名前から分かるように天皇を守る、天皇を補佐するという、そういう貴族なんですよ。近衛家の当主に生まれた文麿さんです。だから、まあ、当時からプリンスというふうに呼ばれていました。一高で、一高の前は学習院行ってましたね。だから学習院一高、そして東京帝大に一旦入るんですけど、面白くないって言って京都帝大。だから近衛さんは京大出身なんです。川上はじめっていうマルクス主義者が教鞭を取っていて、で有名でしたね。だから川上はじめに学びたくて、あとまあ当然京都学派、哲学のね、この辺の授業も聞いたことでしょう。だから30年代、20年代かな、20年代30年代の京都大学って実は結構輝いてたんですよ。東大行けても京大と。そしてその近衛の話しておりますけど、木戸幸一もそう、原田熊雄もそう。でこの辺のちに、まあ日本を動かしていく人たちになります。京大出身者ですよ。でまあ京都学派の講義を聞いたぐらいは、まあともかく川上はじめ、マルクス主義者、この辺に支持した近衛がね。ってことは、なんか近衛プリンスとお話ししておりますが、どことなくマルクス主義のね、雰囲気漂わせるお方でもあるんですよ。近衛はどことなくマルクス主義の雰囲気を漂わせるお方でもある。ただし急いで付け加えなきゃいけないのは、近衛だけでなくね、やっぱ戦前の知識人はね、多かれ少なかれマルクス主義かぶれてるんですよ。まあもちろん共産主義者になるというのはまあ分かりやすくていいですけど、そうじゃないにしても国家社会主義者になる、これもう真逆みたいになっちゃうんだけど、マルクス主義といえば言えるというですね。で一種ブームだったんですよ。で戦前っていうと治安維持法もあって、なんか言論の弾圧っていうふうなイメージありますけど、じゃあマルクス主義が大学で講じられなかったかというと、いやいや、そんなことは全然ありませんよ。
だから本当にマルクス主義者が大学から追放されるのは、よほど、ね、よほどもう、天皇制の廃止を言うような学者さんたちが、30年代も終わり頃、人民宣戦事件ってありましたね、あの辺からでしょうね、大学から追われるっていう、大内兵衛とか、有沢広海とか、ああいう方々が、職を追われましたね。けれど、じゃあマルクス主義が全部ダメだったかというと、そうでもない。やっぱり当時から法治国家ではあったんです。当時から。じゃあ、共産主義者、共産党員ですね、日本共産党員戦前の、拷問師は何だと。あれが一体法治国家なのか、法律のどこに書いてあるんだと。治安維持法で不敬罪というので死刑が規定されてましたね。だからその死刑というのを留置所でやったというそういう感覚だったんでしょう、当時の内務省としては。もちろんこれは法治でも何でもないんだけど。さて、ちょっと近衛に話戻すと、で、近衛さん京都出て、で東京戻ってきて、でもう貴族院議員にすぐなるんですよ。貴族院議員で京都にいる間に結婚もして、学生結婚で、まだ学生なんだけど、ものすごい贅沢な暮らししてたようですね、京都で。とても学生に見えなかったと。で東京に帰ってきても、近衛家っていうのは都内にもう一等地で、いろんなお家があって、別荘があって、で近衛さんのお家っていうと、荻窪のね、適外荘有名ですが、もう他にもいっぱいあったらしいんですよ。静かで広い邸宅がね。でその京都で学生結婚して、で東京戻ってきて貴族院議員で、ですから早くから首相候補と目されていたようです。当時としては長身で、ほんで学歴は申し分ないと、でお家家柄も申し分ないと。ほんで西園寺の薫陶を受けるんですけど、西園寺も近衛君なら大丈夫だろうと。だから西園寺はもう、年下の近衛に対して、家の格式は近衛家の方が、西園寺家よりよほど上でしたから、若い近衛に対して「近衛閣下」って言ってたようですね、西園寺が。西園寺なら、近衛について、これは軍人じゃないし当たり前だけど、そして過激な思想にも染まらないだろうし、で、そこそこ頭も良さそうだ、かっこいいと。これなら国民に受けるんじゃないか。そして日本を、立憲君主制、そして権勢の浄土、これにのっとって動かしてくれるんじゃないかの期待はあったでしょう。やがて30年代、斎藤内閣、そして岡田内閣と軍人内閣が続きました。もう軍人内閣が続いたっていうのは、政党政治があまりにもグダグダで、またそれ以前の立憲民政党ですね、浜口さんとか、浜口の後の第2次若槻内閣とか、この辺がもう政党政治がぐだぐだで、もうダメだと。で軍人内閣で、しかも軍人の中からできるだけ穏健な海軍から斎藤と岡田、けどそれも226事件で途絶えて、広田、林、これは政党政治ではなかったんですが、やっぱりダメで。で、1937年、昭和12年ですね。それまで何度か首相に推す声あれど、近衛さん断ってたんですね。まだ若いですとか、まだ経験がありませんとか言いながら。けれど、いよいよ断りきれなくなって、この昭和12年ですよ。この時に近衛首相誕生と。この時はもう日本国民ももう熱狂して、近衛さんの人気はアイドルに対する熱狂ぶりでした。当時は
何もメディアが、新聞以外ありません、新聞と本以外ありませんから、ラジオもない、テレビなんかもちろんない。だからこういう若いかっこいい政治家とか、あるいは若いかっこいい文豪みたいな人がもうヒーローなんですよ、若者の。で、第1次近衛内閣、ここで発足直後に支那事変が勃発、盧溝橋事件ですよね。で、この第1次近衛内閣というのは結局昭和12年から13年まで続きましたが、この支那事変に振り回されっぱなしの内閣でした。なんとか抑えようと努力は見えるけれど、途中でほったらかして、サジを投げて、で、サジ投げるどころか国民党政府を相手にせずとかっていう、しなくてもいい声明を出して、あの声明が泥沼にはまる原因でした、日中戦争がね。まあ蒋介石政府を相手にしないなら、じゃあどことも交渉するんだと。もちろんどことも交渉しないわけにいかないから、汪兆銘政府をですね、まあ、陸軍主導で樹立したりもするのですが、まあ、その汪兆銘に蒋介石に代わるようなリーダーシップあるはずもなく、泥沼となりました。陸軍大臣も当初は杉山さんでしたね。けれど杉山じゃダメだっていうんで板垣に代わり、で、次官も梅津次官から東条次官に変わった、この頃です。けど、まあ陸将や次官が変わっても別に陸軍の総意が変わるわけじゃなくて、結局その支那事変を収拾できずに第1次近衛内閣は崩壊。けれど、その後ももっとひどくて、平沼、安倍、米内というのがもう半年ずつぐらいでコロコロと変わり、そしてもう昭和15年、1940年になってますが、再び近衛さんが壊れて当番することになりました。第2次近衛内閣です。もう昭和15年ですね。で、すぐに三国同盟の締結。で、この三国同盟を結んだからアメリカから敵視され、そして昭和16年になって南部仏印まで行ってしまったから、余計に刺激し、やってんのは責任者は近衛なんですよ。ですから盧溝橋事件が始まった時にも近衛さんだし、三国同盟も近衛さんだし、そして南部仏印進駐も近衛さんだし、ということで、まあ、この昭和16年の末にアメリカとの戦争が始まりますが、まあ、開戦責任といえば東条さんよりむしろこの近衛さんの方が大きかったと言わざるを得ない。しかもですね、この30年代の後半から近衛さんの周りには、それこそ、まあ、後で判明する共産主義者たちが、日本共産党という政党とは全く別な形で暗躍することになります。いわゆるゾルゲ事件ですよ。日本に来ていたドイツ人記者を名乗るリハルト・ゾルゲ、彼は実はコミンテルンの指令を受けた工作員かつ諜報員で、その彼が同じくコミンテルンの指令を受けた尾崎穂積、これは朝日新聞の記者をやったり満鉄の嘱託をやったりした人物です。このゾルゲ尾崎のラインで情報収集をし始めた、まあ、これがゾルゲ事件ですよ。そしてこの尾崎穂積、風見明、西園寺公一、このような者たちがですね、近衛のブレーンとしてですね、朝飯会とか昭和研究会とか、そのような形で近衛の近くにいつもはべり、そして近衛が例えば閣議の情報、例えば御前会議の情報をペラペラとこのような者たちに、もう情報漏洩ですし、機密漏洩というか、そしてその尾崎からの情報をゾルゲがもうモスクワに
非常に巧妙な方法で打電していた。ですから御前会議の中身もモスクワのソ連指導部は筒抜けに知っていたという信じられない話ですね。で、この責任も近衛さんは負ってるはずですよ。そしてさっきお話した京都大学中にマルクス主義を漂わせるというまさにこの近衛ブレーンはマルクス主義者たちがうようよいた。三木清もいましたよ。三木清といえば京都学派の中でもマルクス主義者として有名ですが、当然と言うべきか近衛ブレーンに加わっていますね。で、この第2次第3次近衛内閣ですけど、ゾルゲ事件の発表とともに崩壊し、そして戦争中はもう近衛さん元首相あるいは重臣という形で、まあ間接的に国政に関わる。ただし、まあなんとなく奥下さんだからか、開戦時の自らの責任についてはあまり意識してないんですね、戦争中も。で、なんか有名な上奏文、戦争末期にはね、近衛上奏文って言って昭和天皇に対して陸軍の軍務官僚の中にはマルクス主義者もいますから昭和天皇ご注意くださいませみたいな、そんな上奏文出したりもしてる。ですからなんか自らの立ち位置が今一つ分かってなかったんかなと。だから戦局不利になってきたら開戦責任を自分も取らされるっていうふうにこうやばーっとね、やばいとなりそうなもんだけど、で東條さんはもう最初から自分に責任がある、責任を押し付けられるの分かってましたから、戦争に負ければ。けど近衛にその意識がない。だから敗戦になっても近衛は GHQ と交渉して自分が憲法をね、新しい国の憲法を作る責任者になりますとか、そしてマッカーサーも当初はその意向だったようです。つまり自分に戦争責任はない、開戦責任はない。いや、確かに近衛はね、ルーズベルトと会談するんだったらニューヨークにでも、あ、ワシントンか、ワシントンにでもホノルルにでも行くとかって言って、一時はホノルルでの近衛ルーズベルト会談っていうのも予定しかかったりはしたんですね。結局ご破産になりました。だから近衛自身は自分は平和のために動いてるとね、戦争末期においてもソ連に特使としてね、講和談判に行く予定でもあったと。ただ近衛が個人的にそう動いていても、近衛さんが責任者だった時、つまり近衛首相だった時にもういちいち戦争への布石が打たれているわけです。挙句の果てにゾルゲ事件まであった。ただしゾルゲ事件が明るみになったのは戦後しばらく経ってからですよ。誰にも伏せられましたね、さすがにこの事件は。やがて戦後に近衛さん、憲法の作成責任者になるぞと頑張ろうとしていたけれど、まあ戦争責任免れず、やがて戦犯指名受けるわけですね。だいぶ GHQ にプレッシャーかけられたようです、途中からは。最初はなんか近衛さんが平和に動いてたみたいに思った GHQ も、いや近衛首相のね、その間にいろんな戦争への準備ができてたっていうことを知り、そして近衛に戦犯指名が下ってから近衛さんは服毒自死、写真が残っていますね。一体近衛さんは自分で亡くなったのか、それとも殺されたのかの議論はあって、いまだ謎ですよ。いろんな説があって、ああ信憑性のあるような説もと
と思うことありますが、やっぱ証拠は出てきていないので、まあどっちか分かんないというふうに言っておきましょう。プリンセスじゃない、プリンスの悲哀、プリンセスはお姫様になっちゃいますね。プリンスの悲哀、まあ貴族階級に生まれて、そして首相にもなるということは体制側にいるはずで、ですからそのような人物が奇妙にマルクス主義の雰囲気を漂わせたこと自体ですね、まあ当時の分かりにくさを象徴してもいます。つまり近衛さんってマルクス主義者と見ようと思えば見れるけれど、まあ、国家主義者右翼っぽいと見ようと思えば見れる、知識人にも見える、貴族にも見える、リベラルにも見える、あと保守主義にも見えるというですね、まあいろんな顔を持つというか、正体なんだかよくわからないっていう、そういうお方ですね。イメラジオ第2313回、今回は近衛文麿プリンスの悲哀取り上げました。ありがとうございました。